マコナコです。32時間プレイしてようやくここまでやってきましたけど、まだまだ終わりそうにない。もう、いつもの通りこれ見て、兵力は勝っている。もう2倍以上にはなってるけど、なかなか詰められない。でもその後に徳川がいるので、徳川刺激しないように、何とかやっていく必要がある。うん。今本体向かってきてるので、そこら辺待って進めていきましょう。他内政なども。やっておきたいと思います。心得ましたぞ。では行きましょう。あ、そうだ、あともう一個制作、これで砲術指南もう一個上げようかなと。鉄砲レベルが3になるので、それでバッタバッタと倒してもらえれば、で鉄砲の射撃場をたくさん作っていく、それでなんとかいけないかと考えてます。まあ、金銭収支問題ない、もしくはこの鉄砲の発生率を上げるというのもセットでやろうかと思うけど、まずこちら側やっていきましょう。これがうまくいくかどうか。で、普通にこの浄化施設建てる際に、まあ、これ委任でやっても射撃場を作ることがあるので、もう全部委任設定やっておきます。今まで自分でやってたけど、もうお金はカツカツになると思うので、この辺りはお任せで。では浄化施設は全部設定し終えたので行きましょうか。確か敵もやってきてるんだっけか。竹部山の方は、うん、この隅とかにやってくる。だがあれは放っといていいでしょう。我らの拠点が攻められたか。島昨今返しましょう。いや、返さなくてぶつけるべきだったかな。そしてここも返しましょう。これ良くないね。二条御所には、敵来ないかどうか分かってないけど、舞台いくつか残して、進めておきます。ここからも防衛に向ける。いざ出陣。うん。なんとか危なかった、下妻雷電。逃げることができた。まあ城で耐えられるとは思うんだけど、まだここ兵数回復してないので、耐久8000、どちらかというとどうかご命令を。兵数で持ってかれる可能性がある。うん、止まってるね。え、光秀動かない、動かないんであれば無理に行く必要性ないけど、城の方行きましょう。敵で打ち破ったり、うん、誰か倒した。あ、光秀は別方向から来る敵を待ってる可能性あるね。さてこちら側、この人はどこから来たか。秋城、あ、一旦戻すという手はないわけじゃないけど、もう一人は戻しましょう。うん、もう出せる部隊もほぼほぼ出し尽くしてるので、このまま見ていくしかない。とりあえず家下町、うん、帰っていくね光秀は。着陣したぞ。うん、ここは頑張ってもらうしかない。太田龍一打ち取った。マウントを一つ、うん、奥村さんが亡くなっている。これ上か。うん、二条御所に来る部隊はいないので、その点は助かる。城を叩かせてもいいんだけどね、本来であればね。八木城からも出すか。多分こっち方面来ないと思うので。ご命令とあらば。何名か置いておく。遅れてはならぬ。他。高橋常温は一旦返す。これまでか。うん、下から来てるね。立場の銀地を誰か一人遮断された。これも高取はまだ耐久回復しきってないので、要は守る必要性はある。どこから行くか。石山ごぼうから、ここに
こっちが出しましょう。足を動かせ。また下から来てるか。採火場、援軍要請。こっち側行くぞ。南側ね。あんまり向こう側まで行く余裕ないけど。どうかご命令を。あとは部隊出してきましょうか。高屋も出していいでしょう。お指図を頂戴したく。エラよ、進め。か、市議さんは来ないと思うので、こっち側も出しとく。だが米がちょっと足らないんでね、この場所ね。不覚を取ったわ。上見ときましょうか、ちゃんと。一応耐久7300ある。あ、なんで銀次を前出したかな。ここ兵数いないぞ。となると一気に強行で終わる可能性あるから、後ろから出しときます。ではこの辺りはもうどうにもならんか。家久が、家久もここまで来てるので、下ルートを狙ってってもいいし。で4部隊はないか。3部隊のみならば、筒井城もこっち側向かわせましょう。城を取りに。まあこれぐらいの兵数であれば下の部隊だけでも何とでもなると思うから。どうかご命令を。軒並み上向けるか。うん、敵の城を奪ってくれる。まあ逆にここの上が危ない可能性あるけど、時間さえ稼げばいいんで、その時間が稼げるかどうかはわからない。右側から来る部隊、ご命令とあらば。これが間に合うまで養老支援。お聞き入れくだされ。石山ごぼう。ここまでか。へい。うん、どうかご命令を。戦が始まる。うわ、あと少しだね。よくないね、これ。返しましょう。ご命令とあらば。1万か。誰か一人は向けないとダメかなと思うんだけど、耐えられるかどうかでね。ちょっとだけ前出していきましょう。ご命令をくだされ。包囲なので案外なんとかなるか。いや、強行に切り替わった。29、20回ぐらいは殴られても大丈夫。次はどのように。ちょっと帰りましょう。20回殴られても大丈夫だけど、兵糧切れは狙いにくい。ここがここまで行くのに30日ぐらいかかる。よくないね。じゃあ20日で行けるという部隊を探さないとダメだけど、これはこの人。どうかご命令を。ここで20日か。行ってもらいましょう。二条御所も全部出してしまうか。目を賜りたく。進軍に強行だけは抑えないと。あともう一部隊ぐらい。下妻雷連も上向けましょう。でこっち側が、下4部隊になりそうなので、我が部の見せ所。まず下行って、ご命令はいかに。上も一旦下げる。こっち側で合戦やりましょう。戦じゃ、みんな心構えを。まあでも赤い部隊も出てきたので、その赤い部隊あと1500か、兵数。合戦まだか。一部隊いなくなった。そろそろ合戦いけそうな気配。かような
ことになると、これ上の方の話、戦が始まるぞ。まだか、合戦可能。いかにすべきか。ここで、ああ3部隊しかいない。もう一個あれが前に来ないとダメか。待ちましょう。この後ろ、これが来た。高取城からも部隊出して、遅れずついてまいれ。これで合戦5対4。微妙だな、この後ろが入ってるかどうかが見えないんだけど、隠すのやめてもらいたいんだけど。入ってんのかな。5でしょ。まあ入ってないっぽい。まだ、これで行くぞ。いかにすべきか。5対4がこれが入ってない可能性あるな。ちょこまか大変だね。5対4。うん、ここら辺前に出す。これも前に出す。ここに行くぞ。足を動かせ。うん、ここで、あ、まだ戦ってないか。ここで合戦行くと7対4。これは終わらせておきます。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。ここで一人打ち取りましたね。さて、あとはこっち側行っておしまいかな。さて、一人捕獲。金森長近、有力武将、初段。あの世とやらで待っております。二人ほど打ち取ることができた。あ、まあでもそこまで遠くまで範囲、まあ行ってるか、それなりには。何ですと。ここならば下ルートで行くか。123か、上だと123。まあ、上ルートの方が本来であればいいんだけど、確か下ルート細いんだよね。細いので、まあ義弘こっち側経由で行かせる。あともう一人、兵糧ある人をこちら側経由で行かせる。城を取りに行く。一方家久に関してはここで待機しながら待つ。でもう一人、はい、これは上経由。ダメだな、兵が足らないな、どう考えても。命令を下され、城を落としてこようぞ。その手前まで行ったら家久を動かす。一方こちら強行中だけど、さらに1800の兵がやってきて、さらにその後は3000ぐらい。一方こっち側は手前側で戦っている。お撃ちを願いまする。まあまあまあ、ここを抑えればなんとかなるので。武田城からも出すかどうか。ここだよね、一番この隅。本当にヘマをした。遅れるでないぞ。出して大丈夫か。なんか変な角度からひょいってくる可能性もゼロじゃないから。だがパッと見は見当たらない。ではさらに進めていきましょう。うん、もうここばかりは。あと少しだから、ね、あれ耐えられれば。あと今下経由でさらに来るけど、兵数は限定的。ここだよね全て。うん、今1部隊赤いのがいなくなった。うん、続々来ていて、毛利元就はこっち側向けるか。いや、ここまで90日か。どう考えても米が足らないね。多少手前側を抑えて、それでおしまいか。吉川元春は市議さんから来てるから一旦返す。もう一人は上から向かわせましょうか。これまでか。我が命もこれまで。屋敷がなぜかここで信長たちの手によって撃たれた。戦の支度だ。不覚だな。あれだな、この場所なんか4部隊行けるっぽいね。城を奪おうとは許せぬ。
ここ狭いから4部隊無理かなとか思ってたけど、ちょっと下が色見えないけど、ここも緑だよね。なぜ行けたのかがよくわからないけど。ではさらに見ていきましょう。声を上げよう。うん、桃地三太夫ついげたり。我ながら不甲斐なし。あれ今なんか中に入ってったな。いいのか、ちゃんと撤退させたかどうか覚えてないけど。うん、今下妻雷連は上か。下の方いい感じに迎えてる。だが制圧こっちが時間かかるんで。いかがしましょう。戻ってきたらまた行きましょう。あの城を奪いに行く。最後この辺りでまたイフ発動できればいいけどね。あ、66、58。はい、この人はこっち側向ける。城を攻めます。いいが、上野までたどり着きそうな人はそちらまで。頂戴したく。たどり着かないな。ならばこの辺り待機で。うん、まあ重さん出したいんだけど兵糧がなさすぎるんでね。あと制圧中が遅すぎる。秀吉倒した。制圧完了。さてこっち側攻める者がいなくなった。これが帰っていく。ならばもう全部の部隊で詰める。ここは放っといて大丈夫でしょう。うん、大丈夫そう。上行きたいけどそこまで出せる部隊がいないのと、いやーこれガム宇治里でしょ。うん、下行くか。下行くんであれば上だよね。でも耐久4500。ここら辺全部出してなんとかなるかどうか。お指図を頂戴したく。ついてまいれ。うん、右側の方がいいとは思うけどね。だがここで一気に詰めないとまたこの辺り大変になりそうなんで、詰めてしまいましょう。そしてこっち側は合戦を狙っていく。いつか返す。さあ行くぞ。うん、武将捕獲お通夜の方。我が志は裏切れぬ。地獄で待ってる。びっくりした。これなんか遮断されたかのようなね感じに見えるから怖いんだよね。これも返していいでしょ。命令を下され。うん、これ軒並みもう前出すか。我が部の見せ所か。城攻めよ。うん、下粘ってる間なんだけど光秀がいるの。15000他とセットでちょっと多すぎやしないか。それはうん、大友総理がなぜか向こう側にいる。仲間にしてあげましょう。九州に返しましょうか。さてここら辺終わった、うん、で上の方に結構部隊向かうので、あ、それもあるんであればこっち側も多少は楽になりそう。どうするか、一旦下げるって手もあるんでね。前に向かわせずにここ2つここまで下げましょう。なんかすごい表示が気持ち悪いけど。だってあの豚だ来たね。仲間にはならんか。これまた良いマントが取れた。うん、戻ってくね。前行きましょう。毛利元就をどうするか。このまま行ってもどの道日数届かないけど、合戦で活用できる可能性がある。さてさらに見ていきましょう。うん、ここ手前側いい感じに合戦持ってければいいんだけど、うん、下バッタバッタ。まあだが光秀はある程度義弘で減らしてくれるんだれば、これはこれで助かるので、うん、高取攻める者はいなくなった。素直に返した方がいいか。ここで打ち取られるのもどうかと思うので、
で手前側制圧中。あ、倒された。あの制圧がなかなか終わらない。なんでこういう時に限って前出てきてくんないの。敵7部隊か、あともう1部隊ぐらい。これなんで来ないの。嫌になっちゃうね。砲術指南、これによってさらに強くなるはず。制圧時間かかってる。時間かかりすぎ。どこの話か分かんないけど誰か倒された。どこの話だ今のは。島津俊久もこっち側向けましょう。まあ、ここで詰まってるのは本来であればよくないけどね。あと立花道雪とかはこっち側で前進んでおく。兵糧支援、これ市議さんに来てくれればよかったけど武田城か。さてこの場所あとわずか。ここでおっと黒い城を攻める者はいない。うーん、ちょっと待って、行くの待ってもらいたかったけど全部で行かなくてはいいんだよね多分。これ行ってしまうと8部隊こっち側、向こう何部隊だろう。家久だけ残すか。我が部の見せ所か。なおかつ黒い城の方、こちら側が終わったという話になっている。ここをプッシュすべきじゃない。お指図を頂戴したく。叫ぶ山、これで取れればいいけどね。まあ、後ろから来てるけどまだまだ部隊数は散発的なんで。さてこれで合戦何対何だ。8対13、想定外だな。いやさすがに2倍以上は無理でしょう。ある程度敵の兵数、ここ10対13だけど兵力差は大きいんだよね。しかもガモ、ジサトとかすごい大きい部隊で持ってきてるんで1万。光秀もいる。光秀まだ兵糧切れそうにないね。ここにいるのはそこまででもない。皆の者、戦の支度だ。さてこの段階だと今後ろ来たと思うんで、まあ、10対13か変わんないね。これまでか。下がる。さてこれ黒い城の話になっている。我が部の見せ所か。うん、多分後ろ9000の兵が来たからだと思うけど、立花道雪とか来れば可能性はある。ここに全部前に城攻めと行くぞ。ここ市議さんも出しましょう。兵糧なくても城を取りに行く。ここさらに前行く気配がある。我が部の見せ所か。ミスミス城を失う。ちょっと待って、これ気がつかなかったんだけど、いつの間に来てた。愛すまぬ真似をいたしました。さらに前行った。いかにすべきか。なんか敵の兵数減らないな。これ想定外だったな、この信長の部隊。全く気がつかなかった。下からベッド来てたんだろうけど、さらにこの後ろ2つが来たら考えましょう。我が部の見せ所か。12対13ね。もう待てないか。家久も兵糧あと少しなんで。では内政終わったので行きましょう。我が部の見せ所か。これ威風強、光秀との戦い。信長はちゃっかりと最下城行ってたけど、こっちをなんとかできれば面白いんだけど、やっぱ落石だよね重要なの。
落石だけは絶対取らないと。いかにすべきか。要所を手に入れん。光秀真ん中から来ている。狙うは要所。進め。いや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 、そこ取られると痛いぞ。行くぞ。我が部の敵どう動くか確認しましょう。向こう側行ってくれた。みんな鉄砲を構えるのだ。これでこれ高所から撃てるんだれば射撃可能なんで、かなり有利になるんじゃない。勝った勝った、これで勝ったでしょ。でもガモン氏里が光秀は追い払った。ガモン氏里がすぐ来てしまってる。だからここはキープしないと。我が武略を持って万全の敵を撃ち払わん。落石まだか。誰か助けに来てほしいけど誰も来ない。道舞台出撃。一応平成的には勝った。どこだ、見えてないけど、まだ発動できてない。今そのタイミング、落石。あれ倒したんじゃない。うん、あと136。もう軒口向かってるんで、で後ろ多分誰か一人守れると思うので、後ろから来るの。ここ放っといてもいいと言えばいいんだけど、まあまあここ守り続けましょう。あれこそはと思うものは続け。交渉を制する。続け。壊滅。我らの手の出陣。皆の者、交渉へ向かう。いざ。我が部をガモン氏里なんか今結構痛い攻撃やってきたね。大名倒されるとダメなんじゃなかったっけか。逃げましょう。あそこはもういいでしょ、通る人はいないと思う。壊滅。これは敵を倒した。そして一人撃ち取った。これはどっちだ、そっち側か。まあ、それでも300、400そのあたりなんで、でこっち側の木口取れるので倒しに行くか。いや少し休みましょう。敵を退けるぞ。我が前に立ち塞がる者らよ。うん、軒口取ったが終わらない。左が行くか右が行くか。右側倒しましょう。今こそ我が戦法により。また左側一部隊滝川一益。結構有力武将たくさんいるね。我が武略を持って安全の敵を撃ち払わん。撤退。ここは耐えない方がいいような気がするけど、でも一部隊も逃さずに。うん、落石だが、あそこは誰も通らないでしょ。壊滅。そして一人捕らえた。いざ出陣。後ろ来る気配あるから移動しましょう。あと一体だな、あと一体倒せばいいんだけど。うん、こっちが倒しておしまいなんじゃない。式ゲージでなんとか勝った。それでも最終的にはプラス8000ぐらいの敵より、ね、多い兵数で勝ててるんで、これでようやくようやく抜けられた伊賀上野に。取り押さえておけ。さて2人ほど、お使いいたぞ。うん、1人は仲間に、従わせよ。1人は満島に。これまでか。戦国無双に出てきた武将だけど、初段。まあ城の数は1個しか取れないのはちょっとね、もったいないというか、もうちょっとやりようあったんじゃないかとか思うけどね。ここじゃなくね、もうちょっと別の場所。あ、ちょっと待って、2つ3つ今行ったね。まさか5つの城結構取ったんじゃない。だからこれ守りに行くの大変なんだけど。あ、でも兵数残ってるんだ。さてこっち側の信長どうするか、いつ相手するか。お聞きいただきたし。士官1人、武神が2人、聞いてくだされ。3人。では前の方に武将移動やっていきたいと思います。さてある程度今武将前に送ったんだけれども、
なかなかここまで来るのには時間かかりそう。で、上防衛とか行きたいけど、動かせる部隊いないね。ここら辺を、こちらは、この観音寺城まで取ってるんで、かなり広範囲取れている。まあこの2人も上ルートであるならば多分間に合うと思うので、まあ、上ルートじゃなくても間に合いそう。で、他は前の方、ここ20日でたどり着く。エモリさんだけが無理。返しましょう。百武さんもこれ返して前の方に武将を配置したいと思います。ではさらに見ていきましょうか。今この浅井がちょっと邪魔なんでね、ここら辺の拠点全部浅井が取ってるんだけど、二条御所経由で東が行こうとすると観音寺城までなかなか日数がかかる。もうそろそろ浅井も対応しないとダメかなっていうね、そんな状況です。ではさらに見ていきましょうか。うん、伊賀上野を攻める者はいなくなった。高橋城は上の方の話。これまでか。下がる。さて、これは日数間に合うか。うん、上行ってる部隊がいるのはいいんだけど、ちょっとそろそろ浅井だな。浅井攻めもどこかのタイミングでやりたい。まあ6000なんぼ、かなり邪魔してる。あれだな、あと今、おっと、太田雄一、彼には島津光輝を書いてもらいたかったけど、よく生きた。初段、嘘っぽい話しか書いてなかったんで切っときました。ここら辺も来なくなったな。こっち側、この部隊も帰ってった。大河内とは行くとも徳川と接するので、そっちが行っていいかどうか悩ましい。一方島昨今、あの城を奪いに行く。ここは落ち着いたぞ。この辺りは竹部山の方に舞台行ってるので、いかがでしょうか。そこら辺でこっち側が楽になった。あとお金回りがすごく良くなったので、ちょっとここで政策で、まあどちらかなんでね、鉄砲の方を上げるか、もしくはこの裁量権以上で建築速度プラス 20%、 ここら辺狙っていきたいので、まあ 40% まで最後までいければいいけどね、そこまでのお金の余裕はなさそう。やっときましょうか。それでよい。だってそうなるとこの辺り無理にまあ行かなくていいので、ちょっと返しましょう。兵糧足りてないのは。でもう一回出す。もう家久は返してあるので、この辺りも返していいでしょう。はい、城に戻ります。特に来る気配はない。この辺りも全部返す。ここも一旦返して仕切り直し。一服してるね。一方ここ最下のところは黒田官兵衛、ちょっと兵糧もう足らないけれども今向けてます。ちょっと竹部山無理かな、この調子だと。ではまた舞台整えて前に行ける体制になるまでは進めておこうかと思います。嬉しきことよ。ここで最下城を落とし終えました。まあ、ここ黒田官兵衛をそのまま入れてしまっても良いかも。ではまず手近なところからここら辺倒してしまいましょうか。さて竹部山は取れなかったか。あと30何本の兵数だったけど、でもまだまだゴズミいってるから、あれ強撃で何とかなればいいけど、一番ぐらい敵も兵数がいるっていう話だったのでダメかもしれない。ここで沢山行ってしまいましょう。あとわずかだったけど、ちょっとダメかな。今からもう一回出すという手もある。お任せで。この辺りはさて、まず沢山取ってないか、こっち側も取れてないか。まあまあしょうがない。あの辺りは強い武将が前を塞いでいた。いやー、もう気分的にはすごく楽になったな。内政もうまくいってるんで。
喜ばしいですな。深くを取った、ここら辺多分全部左上行ってるので、この隙にね、できればノービ兵入りたい。1万の兵とか出てるから。だがその前にここら辺やっとかないと。竹部山取ったぞ。諦めて縄につくがよい。2名ほど。だんだんとお腹がいっぱいになってきたかのような、そんな状況になっている。裁量権以上、これで委任によってガンガンと内政ができる。さあ行くぞ。腕が鳴る。うん、まあまあまあ、もう明らかに圧倒的にこちらの方が強いはずなので、ガンガン行っていいでしょ。いざ始めよう。さて、他ここ前来たものはどんどんと後山の方に向けてもいいしで。相手が悪かったと思う。いや、気分的には本当楽。やりました。今回初のここまで楽な状況。一応武将を入れておきましょうか。思ったけど城が交戦中。光秀倒して、さて沢山がまだ取れてない。思いのほか時間かかってる。まあ、かに才蔵はいいでしょう。あと織田の部隊もなんか防衛に来てしまってるので、よくないね、この辺りは。今朽木城に向かってる。誰か一人亡くなった。まあまあまあ、この辺りは問題なく、うん、黒人衆がバッタバッタと強行中。稲葉一徹も倒して、うん、立花銀次を引いて、信長今すごすご帰ってくね。これなんだろう、こっち側。あー、なるほどね。ちょっと待って、こんなさ、何も言わずに何も言わずにやってきてんだけど。え、そんなことあるの？あ、出てる最中。武将がいるところは吉川さんいるけど、兵数がいない。そんな、最下城もそうだったけど、なんか何も言わずに来ることが多いんでね。何かちょっと行きますよみたいな案内があっても良さそうなもんだけど。これ毛利元就は一旦返して、あ、毛利元就いないか、この辺り。いや、もう帰ってきてるか。3000の兵、それでも耐久は十分あるからなんとかなると思うけど、甲斐将軍返しましょう。ご命令とあらば。どこか一つでもいいので。おっと、朽木城降伏。さすが寝返りやすい武将だけある。行動高虎。ちょっと沢山がなかなか突破できないね。で、亀山城、甲斐将軍がまだ戻ってこない。今戻ってきた。一部隊だけではダメなんだけど、日野城からも出しましょう。だが、この沢山抜けられたら、そこからひょいっとね、こちらも中に入っていくことできるので。これまでか。下がる。6000、1万ぐらいか。この恥注いで見せる。相変わらず突破早いね、信長の部隊。それでも大したダメージではない。待っててもいいけどね、これ即座に行かずに待つか。忘れないことはちょっとね、確認しながらだけど、即座に忘れそうだけどね。軍制圧早くも信長やってきた。大浦為信、まあいいでしょう。以前こっち側にいたような気もするけど、これで様子見。さて、ここどれぐらい減るか。100か、結構減るね。後ろから即座に行けるんであれば、そのタイミングで前に出す。後ろ側にいる、この左側にいるね、舞台を。
うんうん、3万ね。どこに向かってるこれ、どこに向かってる、今見えてなかったな。下の方か、こっち側。兵糧減るのを待ってもいいけど、うん、まあ行きましょう。ここは上はもう間もなくか。一応まだ3000の敵兵来てるけど、不覚だな、退くしかあるまい。うん、兵数的には互角まで持ってった。で毛利元就出しましょう。これで終わるはず。うん、こっち側部隊来てるね。敵軍退けたぞ。これ以上は戦えない。つまつまライレン、あーびっくりしたもうこれさ、処断されたかのように思うから。ネネがなんか高速にもやってきてるね。去るしかあるまい、引くほかはなし。うん、あとわずか。倒した後即座に行きたいような気もするけど、こっちは大丈夫でね。うん、ここ倒した。信長もあとわずか。3万ね、下来るね。これ徳川とセットで来ないだけいいけど、ここ倒したらとっとと返したいけど、あー沢山がなかなか抜けないのはなんでだ。もう一部隊来ている。沢山抜けてくれないと、ノービ平野のあの敵をせっかくね、下の方におびき寄せてるのに。あ、これはこれは良くない。これ返しましょう。下ルートもかなりきつくなってきたね。ちょっとこの辺りも前の方にやっといて、お任せという手もねあるとは思うんだけど。上、こっちが終わったか。こちらに終わったんであればある程度返したい。ここら辺の部隊がこっち側まで行けるんであれば行けそうだね。30日ぐらい。じゃあこの前にいるのも出しましょう。城を落としてみせる。ご命令を下され。ここら辺は返す。やっぱり適当にやりすぎたか分かっちゃいたけど、分かっちゃいたけど適当にやりすぎたような気がする。戦うぞ信長倒した。息を上げよう。あー島左近は返す。前の方そろそろ引してこうした防衛をねお任せできれば一番いいんだけど。義弘も返しましょう。お越しを願いまする。関戦沢山が想定外すぎてどう考えていいのか。さあ行くぞぞ。伊賀上のサイド出す。遅れてはならぬ。日野からも出す。まあこれこっち側の防衛も、ああ二部隊か。あの津が持つかどうか。だが兵数がいるのと城も8000ぐらい耐久あるので持つとは思いたい。そしてこれちゃっかりと光秀が上来てるんでね、その光秀に対する対応やらないと。さてこの部隊最初から兵糧が赤かった。城へと引き返します。さっき適当に出したのがまだナメプは良くなかったね。我が武を示す時が来た。敵、ここら辺は何とかなった。行くさぞ。準備を万端。まあ挟まれてるけど即座に終わるでしょう。一つの部隊が筒井城さらに出しましょう。小野どもついてこい。あと吉川元春、こっちルートで行ければ強撃が可能。まあ、敵兵糧も限度があるので、まあ、大丈夫か。これならば無理に行かなくても大丈夫。兵糧を蓄えてもよかったかもね。そして光秀はここで抑えられてる。倒した。邪魔だな。これ結局取れなかった。
浅井長政邪魔してくれたね最後。これはもう前行ってもらいたい細川さん。これで取れるはず。また毛利元就もう一回。長い長い。城を落としに行こうぞ。これは明日ここ取られると厄介なのでこういうルートで行く。黒人衆も来る気配あるしで行くしか手はないか。浅井長政城が攻められもう包囲じゃなくて強、まあ包囲でいいか。あとわずか。戦じゃ皆心構えをせよ。怖いなこれ。今包囲中でそれやられたらこの城の能力大幅に落ちるから良くなかったね。とはいえまあ舞台行ってるんでなんとかなるでしょう。さて敵マントをまた一つ。大谷義次がここで亡くなる。関ヶ原のそば沢山城場所としては良さそうな場所だね。石田三成がいた居城二つ。これを返しましょう。立ってさらに見ていきましょう。これはちゃっかり来ていた部隊8000もいる敵。一応部隊は向けてるけど間に合いそうにないんだよね。あとはどこまで耐えられるかの問題になってる。あとこれ前取られたっぽい。信長よあーちょっと一回のナメプがここまで響こうとは思いもしなかった。ちょっと様子見ましょうか。勢力まあ言うまでもなく兵力とかはこちらの方が上。2倍まで膨れ上がってる。武将数も拮抗してる。25か。城の数は圧倒的。織田政策33で小荷田隊はなくなったので敵はやっぱり兵糧切れを起こしやすくなってる。まあそんな感じだね。なんかあんまり長いね敵がしてないような。即座に黄色とか赤になってるように思ってたけどまだまだいけそうな気配はある。さて朽木城が通れるか問題ないね。これもこっち側向けましょうか。で小谷城毛利元就行ってもらいましょう。他出せそうなのは日野城なんだけど55日の兵糧はちょっと少ないかな。出せるのは近場にはない。高谷城あと2500の兵と城の耐久は8000。ここ強撃されてはいるもののいや違うな。これ一旦こちら側対応で左側が来てからまた挟みに行ってもいいしで多いね敵の数。まあ下は大丈夫と考えて上守りましょう。兵数回復ちょっと上の方で無茶しすぎたかなといったところ。ここら辺は戦って守れてるのでまあよしとして次どう動くか。ではこの南側これでこっち側ちょっかい出すことによってと思ったけど170日は無理だな。ここ140か。一応こっち側行くだけ行きましょうか。ある程度後ろから前に出そうかと思います。では見ていきましょう。とはいえほぼほぼなんとかなりそうな感じなんだけど最後の爪ここで一気起こしたので一気は発生。まあとはいえこれがどこまで有効かは分かってないけどね。そんなことやるよりかは内政やった方がねいいような気はする。口よしや。戦が始まる。備えよ。
辛いなこれは。まあ小谷城はそこさえ取ってしまえば今度は織田が上下ほぼほぼ分断されるので、まあ、ここら辺とか上経由で抜けられはしないか。小谷城で足止めが可能なので小谷城を取ることがほぼほぼもう勝利の条件的なね状況になっている。これ71日あるんでいきましょう。さてここでもう一個制作、うん、やっぱりこれやって浄化方針建設速度上げてもう内政が手早く終わるように101日、これさえ来れば本当に内政はもう任せできると思う。お金回りはちょっと厳しくなるけれども、ではさらに見ていきましょう。城が攻められた、うん、これボケっとしてんね。埋めてもらって、これぞ武士の生き様よ。うん、一人倒された。この包囲中まだまだ城が多いので、野戦となる。まだ明日来る気配があるのと、戦うぞ。これで義弘は中に入れましょう。いや足らないな兵数。こちらに遅れてはならぬ。他から何か、特にこの下の方を向けたいんだけれども、これ出すか。ご指示。120。あとこの高取からここに向かってちょっと周りを制圧しながら行ってもらう。先に。ついてまいる。うん、この辺りちょっと危ないんじゃない。これ2300兵数はあっても城の耐久がかなり削られてるので、あの攻める者はいない。信長はいなくなった。信長いなくなったね。ならばこの舞台で大河内城で、あの津からも出ても大丈夫かな。みんなついてまいれ。こんな感じで、うん、今舞台来たことによってなんとかなったはず。か出せるところ今のところない。上は大丈夫。これまだ制圧中か。これどこ向かってる。沢山か。沢山兵数いないから抜かれるわけにはいかない。で今手前側取り終わった。上から来てるんだよね成田海が。それが戦いになってしまってる。抑えたはいいものの返しましょう。3000なんぼ。毛利元就がこっち側にいることによって観音寺から何度も出すことができないので、毛利元就は下げましょう。さてさらに進めていきましょう。うん、ここ攻めてくる者がいなくなった。どうするか。ここの舞台下妻雷蓮は下げましょう。もう一人こっち側も下げておく。うん、ここぶつかってはない。これも戦い抜いて倒されてもいいので、ずっとここで戦って兵数を減らす。こっち側ももうダメだったね。お指図を頂戴したく。お指図。あそこも沢山も今舞台遠くから出したので、それでなんとかなればといったところ。上また義弘は下げる。命令を下され。うん、ちょっとだけ置いときましょうか。向こうにはまだ足りぬ。攻める者はいなくなった。本当かこれ。もうひょいっとやってくることが多いから信用できないんだよね。ここの黒人衆前取りに。必ずや制しまする。敵勢など。うん、嫌な舞台が見えた。徳川家康の舞台がやってきてしまってる。しかも信長を守るために信康が最終的にはね首を切られた人がやってくる。今ここじゃないか。
でちょっと遠くの方に信長が今向かってるので、これ一旦返しましょう。この辺り取っても返す。後瀬山、これ遠くから部隊出せればいいんだけど、まあ2部隊ほどもう自分が使ってない部隊、うん、出せるので、タランに見ていきましょうか。ここはまあ耐えてもらうしかないんでね。うん、危ない。敵も一部隊今帰ってった。城へ帰ろう。痛み分け。不覚を取ったわ。かといって一気にここが抜かれることはないと思うけど。戻ってきてる？まだ戻ってきてない。今戻ってきた。下地を下され。ここを抑えつつ別動隊で小谷城を狙わないと。別動隊も出せる部隊がかなり限定的だけど。行きましょう。進軍についてまいる。他あまり兵数がいない。城が攻められておるだと。戦うぞ、うん、皆南側はこれは一人行かせたままだった。逃げられるかならばいいでしょう。滝川一正とかもどこからやってきたのかわからないけど、信長がやってきてる。どうするか。ちょっとなんか自分でも操作するのがかなり辛くなってるから任せたいんだよね。どう任せるかまでの考えが回らないけど、前の方がもう範囲外にもなってるしで、まあもしくはもうここでがっつり一旦時間使ってでもいいので耐え抜いて、それから何かやるという手もあるけど、こっち側もねずっと敵が来ていたから防衛向けてたんだけど、うん、後瀬山その後行けるかどうか。あと米が足らない。軒並み今ここ、うん、来た。城さんほんと首切りたいな。邪魔なんだけど、何度も何度もいなくなった。毛利元就一旦返しましょう。2人とも返すか。その後下から行きましょうか。沢山攻める者はいなくなった。もう全部帰ってきた。城を奪い取るぞ。こっち側ももう一服となってるので、今のうちに伊賀上野から出すかだけど、義弘上に向けましょう。これはここキープ。海藻雲このまま小谷城。城攻めは良き策かと。こんなところから出せるの。シギスさん75日はちょっと少ないか。石山ごぼう。これで終わるでしょう、小谷城も。長かった。さて、この周辺。戦に備え。バッタバッタと。倒せている。いやー、なんで信長の部隊がここまで来るかな。いや来てるね来てるね。広告人衆前まで出す。これ今暇なので返しましょう。でこっち側、ここら辺に出した部隊何、ひょっとして全部倒された軒並み光秀に。いかがしましょう。後瀬山まで詰める。八神も後瀬山。敵の城を奪ってくれる。ここら辺軒並み倒されたから、八木も後瀬山。城を奪えば有利になろう。うん、ここら辺も後瀬山ということで、それなりに後ろの方は兵数溜まってるので、どうか兵数とそして兵糧も。これこっち側抑えられれば大きいけど、ちょっと遠いか。うん、他は特段なく。注いでみせる。
なんで小谷がこんなにもみんな守りに来てしまう。毛利元就がここで粘ってる間に、亀は攻める者いない。敵勢などこの通り天国東洋申し上げたし、焼き打ちはここか。要案があります。お金がない、お金がないな。ここ小谷城周辺行けたら面白かったけど。敵勢打ち破ったり、ほいでいいか。確かに強行やっても無理でしょ。難しいですな。うん、金山開発、こういうのがなかなか出てこなかったからすごい時間かかったんでね。何かやるにしても浮田秀家前に、他の地を制すは我らよ。吉弘も前置いときましょうか。制してくれましょう。うん、これ素通りしてるけど、この場所待機、うまく強撃になってる。いやいやいや、おかしいおかしい何この人数、なんで今なんかラインもすごい大量に見えたしで、ね、となるとこの舞台こっちじゃなくて後山行った方が良かったっていうね、そういうところもあると思う。敵勢などこの通りよ。そして走行してる間に下行きたいけど、下も結構な兵数が溜まってる。うん、一旦整え直さないとこれはダメかな。お指図を願います。ここ行けるんだれば面白いけど。行くさぞ、準備を万端整えよ。引くしか手はないか。あれで敵の動きが変わってくれればいいけど、まあそんなことなく全部素通りっていう。うん、秀吉が小谷城を守ってる。あれはもうしょうがないでしょ。もはや戦いぬか。あの後瀬山も兵数が多い。まあそれでもこの周辺いろいろ壊していけば弱まるはずなんだけど、連兵場とか矢倉もそうなるんであれば強行やらないとダメでね。戦うぞ、みんな息を上げよう。うん、敵勢武田か半兵衛倒した。これ強行やってくれてんね。戦うぞ。商人町破壊、息を上げよう。なかなか先には進まない。の知世山も兵数的には圧倒的なので全部来てもなんとかなりそうの知世山は。だが少し手前側を塞ぎたい。あと毛利元就、ここら辺敵の兵数多い。向こうにはまだ足りぬ。これもこっち側か。城を奪いに行こうぞ。あ、浅井長政自ら出てるね。ならばこれ兵数減らせるんであればかなり有利になるけど、5万で5万の兵、亀山計りごとが。あー、今イエスやりたかったんだけどキャンセルしちゃったな。いかがでしょうか。あれ普通に左側に残しといてくれてもね良さそうなもんだけど。これ焼き打ちで兵力減少、耐久減少、成し遂げてみせますぞ。ある程度部隊前に送ったのでこれでどうなるか。他は兵糧とかの問題で動かせないかな。でここ素直に引きましょう。お願いします。ここさえ抑えられればいいので。お指図を願います。で一旦毛利元就下げてさらに上行く。で多分だけどここに浅井の部隊がいるからか、後ろの方にいる織田の部隊が上に行けてないんだよね多分ね。これ多分そういうことだと思うけど。で織田の部隊は別に織田二条守ってるというよりかは、今誰か討ち取った撃破か。まあ多分ここ全部素通りしていくと思うので、ここに来てるように見えてあまり小谷城にはね敵は来てない。これは浮田秀家は返しましょう。引くしか手はないか。はい、総運小谷城のあたりだが兵力差はこちらの方が勝っている。で毛利元就帰ってきた。これ最後でしょ。
これ行けば小谷城は取れる。あ、まあまだ兵力的には勝ってるけど、光秀なおかつさらに4000、ここを抑えに行きたいけどその先が続かない。これはどうかご命令を。諦めるか、こっち側行くか。城を奪ってみせます。帰ってたね。でこれはよしとして、こっち側、まあ一部隊来てるけどこれは守れるでしょう。こっち側守れるかどうかわからないけど、甲斐総運戻ってきたので、これもまた後で出せば。いや今出すか。でももう黄色なんでね、黄色であるならば耐えられるでしょう。放っときましょう。我が武を示す時が来た。浅井長政倒して強行中。兵を奮い立て。やっぱり素通りするだけだったんで。城が攻められているだと。どこの話か分かんないけど、さてここはもう強行で終わらせましょう。下され。で危ない部隊キラさん返す。皆の者、また下妻雷連も返す。騎乗するぞ。この続々と来てるのはどこだ。まあ、特段どこかというわけではない。沢山、そちら側に来る気配がある。沢は強行中だけど、まあ反撃ダメージ与え、それでも200とか結構削られてんね。150とか。左側もなんとか包囲なんで大丈夫でしょう。ここはもうどうにもならない。返すか。お打ちを願いまする。素直に返しましょう。で牧場建設。承知いたしました。さあ行くぞ。腕が鳴る。北条綱隆がこちらに忠節を尽くしますぞ。考えと連兵、連兵壊したの大きいね。だが五詰め出さないとこれは耐えらんないか。もはや戦えぬか。もしくは強行やめるか。方位やってきましょう。頂上です。これで今同じ以上、これ焼き打ちやったことによって多少減った程度か。もうちょっと減るかなとか思ったけど、ダメだ。吉弘がもう兵糧がない。あ、これ出すの忘れてた。こちらに。みんな続きなさい。18だから、まあまあ包囲になったんでまた大丈夫でしょ。こちらに。野城からこちら側。奪えば有利になろう。他部隊来てるので、また二条五将もまた送りましょう。これで終わると思う。何度も終わると思う、終わると思うと言ってて全然終わってないけどね。上から攻撃できれば大きいけど。ガモ氏里倒したけど兵糧がもうない。柴田勝家も下の方倒した。養老支援。愚心がございます。あのつも大丈夫。嬉しゅうござる。さてこれで金山作ってお金回りまた良くなって、なんでこれここに来てるかな。あ、下の方行こうとしてるのね。まあそれにしても邪魔だね。打ち破ったり戦となるぞ。違うか、何度かなってるのはいいんだけど。兵糧とか、まあ、兵数とか回復する可能性あるから。そして大友総理ようやくこっち側に来た。何度も何度もね、引き抜きやろうとしても何かしらの条件でダメになってたけど、挟んだね。成田かい。多いよりかは強行。下地を下され。まだ何か来る気配が今見えたから。で上からも舞台出したいけど、こちら側挟みましょう。城を落としてみせる。
これ1部隊兵数多い方ではない方、兵糧が十分。これ前行ってから大谷城、城を奪ってくれる。信長はどこだ。大谷城も防衛か。いやいや律儀だね。向こうにはまだ足りぬ制圧か。まあでもそれでももう赤くなってるので、ああでも上の方いなくなったからまた威力が弱まった。まあこれはこの演出良くないよね。おとといなんかもう打ち取られたかのような状況に思えてしまうから。うん、芥川山城からも挟ませましょう。城を奪いに行くぞ。さて小谷城攻め、まだまだ時間かかってるけど、信長が間もなくだけど、信長来る前に浅井長政打って出てきて、毛利元就いなくなった。信長があと一発なんだけど、いや本当ギリギリで来たね。だから信長も挟んで、まあその間にちょっと兵数とか回復してるのが尺だけど、信長終わった。沢山の話はどうでもいい。小谷城ようやく取ることができてます。本当に長かった。ここに関しては浅井家滅亡。縄についていただこう。あそかそか、有力武将結構いるね。貴殿を主と仰ぎましょう。27名。お坊さんダメ、お市もダメ。なんかあお市とその娘が全部ダメ。カニ才蔵も切りたい。今2、4、6の7名ほど初段。メイドとやらで待っております。うん、代表してお坊さんがメイドになってくれた。これはちょっと様子見ましょう。落ち着いたね。だがこっち側はすごく大量に来てるのでよくない。あのつも、何この状況、よくないぞ。だが出せる部隊がいない。もう上ずっと見てたから。いや、まあしゃあないっちゃしゃあないんだけど、どうしてもねゲーム実況やるとき、ああいう場所から視点をね動かすわけにはいかないので、そういうところでこういうヘマが生まれてしまう。おのども、ついてこい。まあ、だが下の方、ついてまいれ。ここを防げれば、お指図をさらに先に迎えそう。みんな、ついてまいれ。ちょっと多いのと、上杉謙信来てるんだけど、山形正景なんか知らんが、これ右側まだまだ南部がいるので、その間にもうちょっと進みたい。今現在このようになっていて、徳川が26万の兵になっているので、これ後々すごく厄介になりそう。少なくとも織田に関しては他でもマイナスになってるしで、あれ小平隊また4つ分いってるね。でこの2つもちゃんと設定できてるので、なんでこれこんなにお金あるかがわからないけれども、機内取ったから大丈夫かと思いきやそうではない。まあだからか、結構敵生きてるのは。徳川家康も小荷台3つ分ある、まあ、我々も小荷台もう1個上げてもいいかもしれない。だが今回はこれで終えて、また次回続きやっていきたいと思います。この続き興味ありましたらまた次回ご覧ください。ではでは。